それでは時間になりましたので、中村先生に講演をお願いします。はい、こんにちは。国立遺伝学研究所の中村と申します。この枠では、DDBJ、DNA データバンクオブジャパンと、そこで、提供している新型シーケンサー、次世代シーケンサーですね、NGS の、解析パイプラインの、ご紹介をしたいと思います。で、DDBJ というのはですね、INSDC、インターナショナルニュークレタイドシーケンスデータバンクコラボレーションの一員です。よく皆さんお使いになっているのは、おそらくジェンバンクというやつだと思うんですが、NCBI というところにありまして、論文を検索するときに PubMed というのをお使いだったり、配列を検索するときに BLAST というのをお使いだと思うんですが、それらを開発提供している大きなアメリカのセンターがあります。でそことコラボレーションで、ヨーロピアンニュークレオタイドアーカイブ、EU にあります ENA という組織、それから、日本の DDBJ というこの3カ所がですね、塩基配列 と、それに関連する情報を、それぞれ、地域で、集めまして、でそれぞれやり取りをしているという、関係になります。ISG はもうかれこれ30年ぐらいやっている非常に生物学のデータベースの中で、最も古くて最も有名な組織になりますけれども、今、全体で約139名が、関わっておりまして、 DDBJ、DNA、ジェンバンクそれぞれで、データを集めて、共有するという仕事をやっています。でどういうことをやっているかというと、ざっくり言うと全世界で解読された塩基配列の情報を査定して受け入れて、でデータベースに蓄積して公開して共有するという仕事をしています。で、最近の、昔からサンガ法などで、データが蓄積されているんですが、最近非常に多いのはこの NGS ですね、マイセック、ハイセックなどの新型シーケンサーのリードが、非常に多く出てきています。でこれはその、リードそのものを生データに近いものをですね、収めておくデータベースが SRA、シーケンスリードアーカイブというものが、アメリカの SRA、ヨーロッパの ERA、それから DDBJ でやっている DRA というものが、それぞれ新型シーケンサーの塩基配列を集めて、提供しています。で、それから、公開できないものですね、これは人の、配列ですけれども、コントロールアクセスが必要なものに関しては HAGA、アメリカでは DBGAP、ヨーロッパでは EGA というものが動いています。これについても、最後にちょこっとご紹介いたします。で、DRA の方はこれは公開配列が入っておりまして、誰でも利用できるという形になっています。で、リードをアセンブルして、コンディングを作りまして、で、ゲノムができたというような時にはアノテーションをつけてゲノムのペーパーを出すと同時に、大概 のセンターは自分のところでゲノムデータベースを作りますね。で、それと同時に DDBJ、古くから DDBJ、それからジェンバンク、DNA といったところに、完成配列の形でアノテーション付きで登録する。これがトラディショナルな塩基配列データベースで、今160ギガぐらいあるかな、そんなデータベースを維持しています。で NGS のリードのもう一つの使い方というのは、リファレンスの配列、人の配列なんかも完成されています。もちろんマウスもあるいは物質もありますけれども、それに、マッピングしてあげて、RNA のシーケンス、RNA シップのようなトランスクリプトをこっそり読んであげて、マッピングしてあげますと、どの条件でどの遺伝子が出ているかみたいなことが分かりますから、そういったものをオミクスの解析をしてペーパーを書くといったこともされると思います。で、その解析情報を収めるデータベースというのも、今、DDBJ ではまだ完成してないんですが、アメリカの GEO であるとか、アレイエクスプレス、これはヨーロッパですね、こういったものがありまして、こういうデータベースをそれぞれ作りまして、データの、あるいはメタデータの中身を交換するということをやっています。で、DRA は公開で、JGA は制限公開で、DDBJ は公開の解析済みデータということになります。で、今日は新型シーケンサーですね、次世代シーケンサーの配列のアーカイブとその解析パイプラインについて中心的にご紹介したいと思います。で、DRA は、まず、NCBI の SRA というものがですね、新型シーケンサーのアーカイブとして2007年に立ち上がりまして、それを追っかける形でヨーロッパと日本で2008年から、シーケンスリードアーカイブというものを、回しています。でこれは
昔からご存知の方はショートリーダータイプという方が多いんですが、次世代シーケンサーのリードは最初は、30ベースくらいですか、ね、20ベースだったかな、非常に短い配しか読めなかったんでショートリードって呼んでたんですが、今はもう150とかそれなりの長さが読めるようになってきてますので、ショートリードではなくてシーケンスリードという名前になっています。で DRA は、先ほど太田さんからのご紹介がありましたけれども、いわゆる新型シーケンサーのデータ保管庫の、一つです。で、保管することで、ユーザーにもメリットがありますし、公開をデータを公開していい時期になったら公開して他の人が再利用できるようにしましょうというのが DRA です。で、DRA のウェブサイトなんですが、この辺りからじゃちょっと手を動かしてもらおうと思うんですが、Firefox を開いていただきまして、で、Google の窓に行っていただいて DDBJDRA と大文字でも小文字でも構いませんで入れていただきますと、DDBJ シーケンスリードアファイルの本が出てくると思います。はい、こんな感じですね。で、サブミッションのところにですね、これ登録関連情報がありまして、まあ、ご自身で決められたら、ここを通して登録していただければと思います。で、ここのサーチとダウンロードのところですね、こちらは提供している、データを提供している方の枠でして、ご自身で、解析されなくてもですね、例えばご自身がご興味のある、キーワードで、セーブ種で検索していただければアベイラブルなデータは、存在するかもしれません。なので、これから、ご紹介しますけど、ぜひ、やってみていただきたいと思います。でその隣のパイプラインというやつなんですね、これ後半ご紹介いたしますけれども、配列を、解析する、アセンブルするであるとか、ビームするであるとかいうことを、電源のスパコンを使って非常にパワフルな計算機を使って、簡単にポチポチ、クリックするだけでできるというシステムを作って提供しています。で、ちょっと戻りますね。で、DRA の登録対象は、先ほどの後でも、ご紹介がありましたように配列のみではなくて、いわゆるデータ、一次データですね、ベースコールであるとかクオリティのデータ、もしくはファストキューという塩基配列とその塩基配列一個一個がどういうクオリティかというものを収めたファイル、これが、配列のデータになりまして、でもう一つは重要なものはメタデータ、データに関する情報になります。でこちら、先ほども出てきましたけど、メタデータというのは6つのオブジェクトからなってまして、スタディ、サンプル、エクスペリメント、アナリシス、サブミッション、ランで、ランのデータはランの下に入っているという形になっています。でなんでこんなややこしいことになっているかというと、たくさんデータが出せるものですから、だいたい複雑な構造になっていることが多いんですね。で、例えばバイオ細胞に薬剤処理をして0時間、12時間、24時間の転写プロファイルを取ったみたいな情報になりますと、スタディとしては1つですし、サンプルは1つなんですけども、実験が0時間後に取った配列と12時間目に取ったものと24時間目に取った配列もあります。でこれバンドルしておかないとすごい不便なので、1つのスタディの下にバンドルしておいて、でラン自体は、それぞれの記述の下にぶら下がっているという形になります。これ登録も36時間もやったらこれに追加することもできますし、別のサブミッションで、マウスのバイオ細胞でやったものを人のバイオ細胞でやった場合にはこれ丸ごと再利用して、マウスのことを人でやるだけで登録ができるというような便利なスタイルになっております。で、じゃあ DR スタッチの方で、ちょっと検索をしてみましょう。先ほどの、DRA のホームページからですね、シーケンスリーダータイムのホームページからですね、サーチのところを押していただくか、あるいは、検索の、ボタンをクリックしてください。で、オーガニズムのところに、ここでは白いウナグのアラビテプスタリアナを選択していますけれども、皆さんのご興味のあるマウスでも、ムスムスクルスであれば、その学名を入れていただいても結構です。あるいはもういきなりキーワードとかキャンサーとか入れちゃっても構いません。で、アラビドプスアリアナの場合はアラぐらい入れると、アラビドプスなんとかが、ずらーっと候補が出てまいりますので、
そこからアラミドキシサリアンを選んでいただきまして、で、タイプとしてですね、スタディのタイプ、これはスタディのメタデータに書いてあるやつなんですけれども、ゲノムのシーケンスであるとかリシーケンスであるとか、なんだかんだありまして、ここではじゃあ試しに一つトランスクリプトーム、トランスクリプトームシーケンシングを選んであげます。でそれで、ここのサーチボタンを押してあげますと、ここではアラミドプシスの、トランスクリプトームシーケンシングというのは今、全部で76スタディ出てきます。キーワードでサーチされている方は、例えばマウスキャンサーゲノムとか入れていただいても結構です。マウスキャンサーゲノムは多分1000とか2000とか出てくると思います。でここでの例ではですね、アラビドプスのトランスクリプトームを選んで、サーチを押すと76出てきまして、ここの、SRP00935 というのを、一つ選んでいただきますと、ここは、オレゴンステートユニバーシティが出したトランスクリプトームワイドマップをオルタナティブスプライシングにアラビドプスというデータですけれども、ね、ここを開いていただきますと、スタディのディテール、これは実はあまりディテールが書いてない悪い例なんですけれども、デスクリプションがこのぐらい書いてあって、で、これがスタディ全体 の、 詳細記述になります。でここからエクスペリメントがなんかいっぱいありまして、いろんな条件でやってるんですね。で、一つエクスペリメントの一番上の SRX006191 というところをかけてあげますと、なんかエクスペリメントのディテールは やけに細かく書いてあるんですね。マテミソからそのまま引き継ぎしたのかもしれませんけれども、ここにご紹介書いてありました。でこれの、LAN のデータを取りたければ、ここの LAN というところ の、 リンクから、ダウンロードできる、これは先ほど私が説明してくれた通りなんですけれども、DDBJ からダウンロードするときはこうやって引っ張ってくることができます。で例えばこの SR データ、SRA データをですね、オレゴンステートユニバーシティの方が出したんですけれども、例えばこの、SRA の、スタディのアクセッションですね、SRP00935 で、パブメドで Google 検索してあげますと、2つ、台湾の方が書いてるやつとインドの方が書いている二次論文が出てきます。で彼らは何も自分たちで実験してなくて、このデータを使って、論文を書いているわけですね。でこういう解析ができます。できる時代になってきています。SRA を使ってご自身が興味ある配列をうまいと持ってきて自分で解析して、で全然実験しないで論文を書くみたいなことができる時代になってきています。アラビドプスですからこのくらいですけれども、マウスやヒューマンなどのデータをこっそり持ってこれる時代になっていますので、SRA をぜひ活用していただきたいですね。ご自身で配列を決めたらぜひ登録していただきたいですし、配列を決めなくても探して持ってきて自分で解析するということができるようになっています。で、これについては DDBJ の登録の方法についてはこちらに動画のマニュアルなんかもあったりしますので、この辺、このページをぜひ、ご覧いただいて、活用いただきたいと思います。で、後半の方はですね、後半というのは始まったところですね、ネットワークを介して、計算機を使い倒していただくということを、ちょっと実習してみたいと思います。で、先ほどもオタクが言ってましたけれども、もう自分の計算機で、計算するにはとてもやりきれんような、ものすごい量のデータが、NGS、SRA からダウンロードしてきたらアベイラブルです。でもちろんご自身でマイセクを1回回しても、ちょっとそこら辺の計算機ではちょっと扱いきらんような、非常に大きな、データがアベイラブルです。で、遺伝系のスーパーコンピューターというのはですね、皆さんの共同利用施設でした。でして今のところ全く無料で無償でお使いになれます。でこれを、ネットワークを介して使い倒していただければよろしいかなと思います。でスパコンの利用申請というのはこちらで、また Google でですね、遺伝研スーパーコンピューターあたりで検索をしていただきますと、こちらにありますが、ニュースーパーコンピューターというホームページが出てきます。で、ここの
左側の各種申請というところから、新規ユーザー登録申請というのを、していただければですね、お使いになるユーザーアカウントというものが取れます。でこれはのアカデミアの方のみならず、企業の方でもお使いになれますので、ぜひこれを、ね、登録してみてください。全く無償で今のところは使えます。でスパコンがどういうスペックかというのは、こちらのシステム構成というところを叩いていただくと出てまいりますけれども、システム構成のハードウェア構成というところをクリックしていただくと出てくるんですが、これは生物学を扱う計算機としては世界に誇るスペックを持っておりまして、新能力、これは PC クラスターですね、小さい PC がいっぱい並んでいるものが288個あります。で、GPU を載せたものはさらに64ありまして、で、メディアム計算モードというのがありまして、中くらいの計算モードとして、メモリが2テラですね、ハードディスクが2テラというのがよく聞くんですが、メモリが2テラの買ってるやつが2台あります。でこれはもうでかい、比較的大きなゲノムをアセンブルするのに極めてレベルです。で、さらに、一番でかいやつに至ってはですね、メモリが10テラ載っているマシンがあります。でこれが、人マウスあるいは巨大な樹木のゲノムみたいなものをこれでアセンブルすることができるようなものになります。で、ハードディスクの方は6ペタバイトですね、テラの上の方が、6じゃない、5ペタバイトあります。でこういったものを完全無償提供しておきますので、ぜひ活用いただきたいと思います。で、ソフトウェアは今開発予測というのは、利用可能バイオツールというのをクリックしていただきますと、例えばブラストであるとか、ブラッドクラスタルダブルであるとか、インタープロスキャンであるとか、よく生物系でよく使われる解析ツールが一通り入っておりますし、ユーザー領域に入れていただければ、ご自身で作ったプログラム、あるいは持ってきたプログラムをここで走らすことが可能です。で、ただ、使うにはですね、ここをご覧いただく、今開いているページをご覧いただくと分かるんですが、多少面倒くさいんですね。ログインしていただいて、Unix の画面を開いて、コマンドを叩いて、適切に処理するみたいなことが必要で、それはちょっと、たまにシーケンスするくらいの人はとても面倒くさいですし、大体そんなことを覚えてる暇ないということになりますので、ポチポチクリックするだけで、今のスパコンが使えるようなシステムを作りました。で、複雑な情報処理技術なしで、NGS ですね、新型シーケンサーの解析処理のボタン一つでできますというようなものを作りました。で、それが、DBBJ パイプラインなのですが、ここからではいけないと、また Google のところで、DBBJ パイプラインと入れていただけますでしょうか。DDBJ パイプラインと入れていただきますと、DDBJ リードアノケーションパイプラインというのが Google で多分トップに出てきまして、そこが、それになります。で、日本語のページもありましてですね、このようなことになります。でこれは計算機資源が、大体圧倒的に足りないので DDBJ のスパコンを使っていただく。で解析技術がないという方にはウェブのブラウザから自分で解析していただくというところを目標に、作っております。で、これはですね、後ほどペを動かしていただこうと思うんですが、よく使われる解析用ソフトウェアを、もうすでにあらかじめプレインストールしてあります。で、どれを使うみたいなのを論文で読んだものと同じやり方をしたければ、論文に書いてあるソフトウェアを、クリックしていただければ、そのまま走るというようになっています。で、よく使われるソフトウェアとしては、この、マップですから、これ、すみません、今、公務資料公開してないんですが、公務の後で PDF で先ほどと同じ AJAX のページに上げておきます。で、マッピングですね、例えば人のリファレンス配列がすでに公開されてますが、その上に自分がやったトランスクリプトのリードをわさっとかぶせていくというのは、マップしていくというのがマッピングですけれども、
ブラッドマーク EWS オープン胴体、胴体2特波といったものが、まあ、論文でよく見るようなものが、使えます。クリックするだけで使えます。で、アセンブルは、まあ、リードをアセンブルして新しい、ゲノムを作り出す、作り上げるというような処理ですけれども、これはソープでのほうがリス、ベルベット、トリニティといったものが使えます。で、比較対象とするゲノムですね、マッピングするときには、すでに、決まっているゲノムに対して、自分が決めた配列、あるいは SRA から取ってきた配列をマッピングするわけですけれども、その比較対象になるゲノムっていうのも、まあ、いろいろありまして、例えばパラビドプシスオリザサティバとか、まあ、ヒューマン、何やかんや、よく使われる解析対象となる生物種は一通り用意してまして、それもバージョンがありますよね。アラビドプスでしたら、テア8、テア9、テア10、テア10というのは最新なんですけれども、最新のものだけ用意しておけばいいわけではなくて、ちょっと古い論文にあるデータと比べたいみたいなときには、ちょっと古いデータを使わなきゃダメだったりして、いくつかバージョンを用意しています。で、ここリザーサっていうのはですね、イネでしたら、まあ、タイガーと IRGSP の複数のバージョン、それからヒューマンですね、ホモサピエンスでしたら、NCBI のいくつかのビルド、と、HG の17、18、19ですか、このあたりを用意しています。ので、解析対象にしたいものと同じ配列を使って、で、自分が出したデータ、あるいは SRA から持ってきたデータをこれに対してマッピングしてあげて、まあ、トランスクリプトの量がどう変わっているかみたいなことを、簡単に解析することができます。で、パイプラインは、今のマッピングとアセンブリをするという基礎の部分がありまして、もう一つは、工事の処理をする、RNS を、カウントしてみたりですね、蓄積カウントしてみたりというような、個別のワークフローの部分と、に分かれています。で、工事処理の部分はですね、ギャラクシーというワークフローを作って提供できる、ソフトウェアを使っておりまして、これは細野さんがご紹介された HL の解析系もこちらで提供しておりますので、ぜひお使いください。で、例えば、ゲノム解析ワークフローを使うと、例えば、新宿の、これは2年かな、12本ある、ところに、他の、イネの野生種みたいなものをマッピングして、スニップがゲノム上にどう分布しているかみたいなことを画像で出す。で、データもダウンロードできるというようなところまで、計算ができます。で、今日はですね、個別の解析ではなくて、非常に基礎的な部分ですけれども、マッピングするところとアセンブリするところを、ご紹介していこうかなと思います。で、先ほどご紹介した SRA サーチでですね、ご自身がご興味のあるような、公開されている新型シーケンサーのリードを探してきて、で、このパイプラインで処理するといったことを、まあ、ぜひやっていただきたいと思います。例えば、バクテリアの NGS データをですね、さらに自分がデータを加えてアセンブルしてみるとか、近縁のバクテリアの生物種を決めたら、マッピングしてみてどこが違うのかっていうのを見るといったことができます。であるいは、ヒトヤマウスの公開されているトランスクリプトの、まあ、ヒトゲノムの特定のバージョンの特定の染色体にマッピングして詳しく見ていくみたいなことが、これを使うことができます。などなど、ぜひやってみていただきたいと思います。ただ、今ですね、皆さん多分アカウントをお持ちでないので、できないので、ゲストアカウントで入っていただいて、こうやったらできますよという手順をちょっとお示ししてやっていただこうと思いますので、その後でぜひ、アカウントを取って、スパコンのアカウント、パイプラインのアカウントを取っていただいて、研究室に戻ってやっていただきたいなと思います。で、こういったアベラブルなもの、ありものを使ってもいいんですが、もちろんご自身で取得した新型シーケンサーのデータをアップロードして解析することも可能ですので、ぜひやってみてください。で、まず今開いている DBJ リードパイプライン、リードアベラブルパイプラインの、ゲストとしてログインというところを押していただきますと、はい、はい、これでログインしたか、ログインしてますね、はい、ゲストとしてログインというところを押すと、ゲストの、講習会用のゲストアカウントでログインできます。で、まずですね、このプライベート DRA エントリーというとこタブが今開いていると思うんですけれども、これはすでに自分が
データベースから持ってきたり自分がアップロードした配列がここに入っています。で、これはゲストアカウントであらかじめ入れていたものですけれども、いくつかのデータが入っておりますね。で、お手元に配列がもうあるよと、前席回した配列がありますよという時には、この FTP アップロード、あるいは HTTP アップロードというところからですね、ファイルトランスファープロトコルという、Mac でも Windows でもクライアントがただで手に入りますけれども、データをアップロードしていただく、すごい大きいデータですから、かなり時間がかかりますけど、ここにアップロードしてそれを解析するということが、で、このインポートパブリック DRA というタブですね、ここを叩いていただきますと、ここから公開されているデータをインポートしてくることが可能です。で、あらかじめ先ほどの DRA サーチでサーチしておきまして、で、自分が興味のある配列分ですね、SRA エントリーがありましたら、ここに入力していただいて、ここで Add My DRA エントリーというのを押していただきますと、こちらの先ほどご覧いただきましたプライベート DRA エントリーの方に、数分から数時間、データの大きさによって時間はかかりますけれども、こちらにエントリーされることになります。で、今はここにすでに載っけてあるデータですね、DRA0001、記念すべき DRA に最初に登録されたもので、これは慶応大学から出ました納豆菌ですね、バシラス、サティアス、納豆、BAST195 のホールゲノムシーケンスのデータですけれども、これを使って、ちょっと一連の手順を見ていきたいと思います。で、この DRA0001 のエクスペリメント、これにデータもぶら下がっているわけですけども、これが今ありまして、まずここの一番下にある DRX0001 のところをクリックしてみてください。で、これはイルミナで出たデータでして、リードレングスが36ですから、初期の非常に短いんですね。で、リードが、900万リードのところがあります。で、これで、NEXT に行っていただきまして、そうすると、こんなソフトウェアが使えますよという場面が出てきます。で、ここでは、リファレンスのゲノムにマップするんではなくて、じゃあこいつをアセンブリしてみましょうということで、デノボアセンブリというところをクリックしています。そうすると、ソープデノバ、リスベルベットトリニティみたいなものが使えるわけですけど、古典的なベルベットですね、これで、非常にメモリを組んで、あんまり、動かすと大変なんですけども、古典的なベルベットを選んでいただきまして、で、NEXT に行っていただきます。で、そうすると、ここで複数 の読み方をしたものですね、ペアエンド、メントペアエンドなものがありますけれども、そういったものがあると、ここで、どれ使いますか、どの順番で使いますかというようなことを指定するんですけれども、ここでは1種類しかないので、ポンとこれをクリックしてあげて、で、セットアズペアエンドを押してみてください。そうすると、次に、クエリセットをどういう順番で書けるかみたいなものが出てくるんですけれども、これも今1種類の配列しかないので特に選ぶこともないので、このまま NEXT と言っちゃってください。で、ここで、ベルベットのオプションをそのまま指定することができます。で、例えば何かの論文を参照しながらですね、これとこの論文と同じ条件で書けたいみたいな時には、論文のまとめ書に特別の条件が書いてあるようでしたら、それを付け加えてください。で、ここではデフォルトの条件が入っていますので、特にご希望がなければそのまま、NEXT に行っていただいて結構です。で、もうこれだけです。で、これで、自分のご自身のメールアドレスを入れていただいて、で、そうすると、ここのところに LAN ボタンがあります。ゲストでなければですね。今、ゲストで入っちゃってますので、LAN できませんが、ご自身のメールアドレスを入れていただいて、LAN を押していただければ、あとはスパコンが、得られる処理いたします。で、ただ、最近スパコンが混んでいるので、これの講習会用に実は僕は2日前に仕込んでいたんですが、まだ LAN に入ってなくて、ちょっと今日お見せすることができなくて、ちょっとがっかりみたいな感じなんですけれども、入ってしまえば早くてですね、何時間かで、アセンブル、一本の微生物のアセンブルが終わっちゃいます。ただ、今、待ち行列がすごい長いのですね、ちょっとミーティングになってしまいまして、やっかいな感じです。で、あとは、ここにメールアドレスを入れますので、処理が終わりましたら、そのメールアドレス宛てに終わりましたよというメール
がきますので、こちらをこの左側のジョブステータスというところに、今走っているジョブのステータスがあります。で例えばデノボのアセンブリーであればここをちょっとクリックしていただけますと、こんな感じですね。で、自分のジョブっていうのはこの黄色の色でマークされて出てきますので、これは実は他の人たちのジョブが今見えてまして、ただどういうジョブかっていうのは詳細は出てきませんけど、今ジョブがこんなに並んでまして、例えばトリニティで、500万配列ですねを、アセンブルしますと1時間50分ぐらいで終わりますよ。人のジョブを見て、どのくらいのデータ量であればどのくらいで終わるかなみたいなのが、ここで見ることができます。それに従って、大体実験計画というかそのアセンブルの計画を立てていただければ良いのかなと思います。で、ご覧いただくことがちょっとできないので、どうでしょうか。今ご覧いただけなかったんですが、ランできるアカウントでランして、この処理状況のところから見ていきますと、この自分 の, 処理したものに関しては黄色地に出てきまして、ここにビューというボタンが出てきます。人のは見れないんですが、自分の、ものは見れます。でここでビューを叩いてみますと、例えばこれ、昔やった、今と同じですね、納豆菌のフルアセンブルの状況ですけれども、アセンブリのスタティスティクスっていうのが出てきまして、で、ベルベットで一発かけますと、5300コンビですね、5300個の配列ができてて、で、トータルサイズは、4メガで、一番大きいのが150キロぐらいのサイズがありまして、M15 が1万3000。みたいなアセンブルが表参らずにポチポチするだけでできます。で結果のファイルはここからダウンロードすることができまして、これを手元に持ってきてブラストをかけるようにして自分の遺伝子を探すというようなことができます。で、今のが、デノボアセンブリーの例でして、じゃあ次に何かをマッピングしてみるみたいなことをしてみましょうということですね。で、これも実際にかけられるわけじゃないと申し訳ないんですけれども、例えば SRA004489 っていうのをですね、白犬ナズナの、トランスクリプトンで、先ほどと同じように探しますと一つですね、コンテクストセンシティブオルタナティブスプライシングのアラトピシスルーツですね、のデータがありました。じゃあこれちょっと白犬ナズナにマッピングして様子見てみようかみたいな時には、この ID を覚えておきまして、で、今のですね、パイプラインのトップの方へ戻っていただきまして、まず DRA インポートのところに戻っていただきまして、そうすると、先ほどの一番トップですね、クエリファイル選びますよっていうところなんですけども、このインポートパブリック DRA というところで、SRA004489 と、044かと入れてありまして、あと前に、ちょっと今押さないでください。今押すと、みんなの分がいっぺんか、インポートが始まって、偉いことになりますので、これで、押したと思ってください。で、そうしますと、このプライベート、しばらく待つと、このプライベート DR エントリーに入ってきます。で、実はこれ、やってまして、このセレクトアメタデータという右にあるこの部分ですね。この部分で、インポートすでにされてましてですね、してありまして、SRA04489 ですね。これですね、SRA04489 をクリックしていただきますと、先ほどのゲノムワイドディテクション、コンテクストセンシブオルタナティブスプライシングパラドックスルーツのデータがもうロードされています。SRA04489 ですね。で、こいつで、例えばこいつをこの配列を、アラビドプシスのゲノムにマッピングしてみましょう。これ RNA 式のデータですね。
で、まあ、今この中に2種類のエクスペリメントのデータがあって、まあ、2つ選んだ方がいいんですが、どっちかでいいよという時には、メタデータを見て自分が必要なもののデータを選んでいただければ結構です。でこれで NEXT を押していただきますと、また、どの、ツールを使いますかというこの問いかけになります。で、リファレンスゲームマッピングで、ここでは、まあ、新しいものってことで防体ツールを使いましょうか。防体ツールをクリックいたしまして、で、NEXT を押します。でここでも複数のパターンがある場合にはいろいろ選べるんですが、ここは1個しかない。とりあえず1個押して、コンファームを押して、で、シングルでこの、コンファームですねというのが出てきます。で、よしよしということで NEXT を押しまして、で、これオーガニズムのアラビトクシサリアナで、まあ、他にもいろいろあります。今はアラビトクシなので当然アラビトクシなんですけども、例えばホモサピエンスであるとかマウスを使っている方はこちらでホモサピエンスを選んでいただきますと、ホモサピエンスのどのゲノムセットを選ぶかですね、 MCDI のビルドのナンバーを選ぶか、HD のビルドのナンバーを選ぶかというのが選べます。で、マウスであれば、MM の8910と、まあ、それから MCDI のビルドのコスメ、あ、7から10ですね。で、MCDI のビルドのいくつかが選べます。で、アラビドピシタルであれば、ティアの8910が選べます。まあ、ここではとりあえず最新のものということで、ティアの10を選んで、で、このクロモソームがもう分かって、このクロモソームだけでいいよっていう場合には、クロモソームを選んでいただければ処理が早いです。で、全部のクロモソームをやりますよというときには、ホールのままで、やっていただいて、次に行っていただくんですが、例えばここで、このオーガニズムの中に自分がやっている生物種はありませんよ、あるいは自分が持っているけどまだ交換していない生物種に対してマッピングしたいみたいなときには、このユーザーオリジナルセットですね、ここのとこから、これ今ロードしちゃってるのがいっぱいあるのでごちゃっと出てきますけど、自分のデータをあらかじめアップロードしておいて自分が持っているゲノムに対してマッピングするということもできます。でここでは、アラビドクシノテア10の、まあ、クロモソーム1個ぐらいでネクストいきますと、またオプションを指定するページに入っていきますので、で、まあ、オプションを入れるか、まあ、あるいはデフォルトで走らす場合にはそのままネクストを押していただければ、ランのコンファーメーションとかに来まして、ここで、メールアドレスを入れていただいて、でここに現れるランというボタンを押していただければ、同じように走ります。で、走って終わったら、メールはここに入れたメールアドレス宛てに終わりましたよという連絡が来ると、まあ、こういう寸法になっています。で、こちらの、マッピングの処理状況もこちらの、ステップ、ジョブステータスのマッピングから見ることができまして、例えば開いていきますと、まあ、これ全部人のデータなので、このディテールビューを押すことができないんですけれども、BWA で46メガリードのなんかマップしてた人がいて、でまあ、これ4時間ぐらいで終わってるとかですね、こういった、まあ、どういうツールをどのくらいのデータ量で使うとどのくらいで終わりますよというのが見えてきます。で、ご自身の。ご自身のデータがあれば、ここで、ビューを押すことができまして、ビューを押しますと、まあ、実行結果が出てきます。で、ここでは、なんだったかな、これも多分アラビオフィスのデータだったと思うんですけれども、590万配列をマッピングしまして、マップレシオが 85% マップできていると。それで、カバレージが 25% で、デプスが12ですね、大体12かけぐらいのデプスで深さで、マップできてますというような結果が出ています。で実行結果はですね、この、サムツールの番、番数ですかね、これをダウンロードしていただけますと、ご覧いただくことが、できまして、でこのマッピング結果を眺める、まあ、もちろん落としてきたら眺めたいわけですけれども、眺めるツールとしてはですね、タブレットというようなツールであるとか、まあ、非常に一般的なものはこの ICV だと思います。ICV という、プログリスティというとか、
配布しているものがありまして、これを無償で伝えまして、これをダウンロードしてきて、先ほどのダウンのアウトというファイルを食わせてあげますと、リファレンスの上に、どこに、どういうふうにマッピングできているか、まあ、要するにトランスクリプトンでしたら、どこがたくさん発現しているかというのが、グラフィカルに見ることができます。で、そうですね。えらい早く進んでしまう。そういうふうに眺めることができますので、ぜひやってみてください。SRA から持ってきて、データをスパコンを使って解析して眺めるというところまで、全然無償でできますので、ぜひやってみてください。で、こちら、医学や科学ということで、最近できたジャパニーズジェネタイプフェノタイプアーカイブというものを、制限公開、まあ、要するに人ですね、人を対象にした NGS データのアーカイブについてちょっとご紹介したいと思います。でこれは新型試験者で決めた配列で公開できるものに関しては、まあ、DRA、SRA、ERA が入っているんですけれども、コントロールアクセスが必要なインフォームドコンセントで、限定公開しますよ、まあ、この研究のこの目的だけで公開しますよというようなことが書いてあって、みんなに対して広く公開できないものを、制限公開するためのアーカイブです。で基本構成はこの SRA と同じなんですけれども、これを利用するためには、申請していただいて利用目的をちゃんと審査していただく必要があります。で JGA の、カウンターパートはアメリカのものは DBGAP、まあ、それからヨーロッパのものは EGA ですね、ヨーロピアの、ね、こちらの大学のタイプは変えるというものがあります。で、JGA というのは、ジャパニーズジェネタイプフェノタイプアーカイブの略でして、個人の遺伝学的なデータと表現型情報を保存して提供するアーカイブです。で、匿名化されているメタデータのみを受け付けます。まあ、もちろん個人の、配列なんですけども、その個人が特定されては、まずいことになる場合がありますので、メタデータは、誰のものであるというのは分からないように匿名化されている必要があります。で、インフォームドコンセントによって JGA データの利用というのは特定の研究目的に制限されていまして、まあ、ちゃんと認可を得なければ閲覧もできません。でデータの登録、それから利用は事前に NBDC で、 NBDC というのは、講習会を開いている、まあ、ナショナル、バイオサイエンスデータベースセンターですけれども、ここに申請して認可されている必要があります。で、メタデータの体系は基本的に SRA と同じですが、ただし追加されているものとしてデータセットとポリシーというものがあります。でそのデータがどういうポリシーで公開されているかというデータは、必ず付属しています。それに合わないと使うことができません。で、NGS データに加えてアレイとか、バリエーションのデータも、同時に登録することができます。でウェブサイトは、トレス DBJ で利用して、こちらも公開されておりますので、JGADDBJ を検索していただければ、そこを開くことができます。JGA、DBBJ と入れていただいて、検索していただきますと、ジャパニーズジェネタイプフェノタイプアーカイブが出てくる Google で検索できるはずです。で、こちらに概要がありまして、で、どういうポリシーが必要まで、どういう登録方法が可能かみたいなことが書いてあります。で、先ほど申し上げました通り、この NBDC に対して、まず、登録するにしても、利用するにしても、申請をして認可してもらう必要があります。でここをクリックしますと、NBDC の人データベースのところに飛びまして、でガイドラインをちゃんと読んで、ちゃんと申請するということをやっていただけますと、それぞれのデータにアクセスすることができます。ですね。でNBDC が登録利用を認可いたしまして、DDBJ は入れ物としてアーカイブを担当いたします。で、登録利用フローなんですけれども、NBDC が被さってまして、その中に JGA があるというスタイルになっておりまして、登録者はまず最初に NBDC にデータ提供を申請いたします。で認可されたら、DDBJ に対して、JGA の登録用の Excel シートですね、これはメタデータを送っていただいて、で
こちらから配布する暗号化ツールでデータを暗号化してリスクを郵送していただきます。でこれはもう絶対に、データが出てはいけないので、利用可能な方以外に対してデータが出てはいけないので暗号化していただきます。で、ストアしておきまして利用したい方は申請、NBDC に対して申請していただいて利用認可が出ましたら暗号化されたデータリスクを送ると同時に複合化のための鍵ですね、暗号を解くためのものをベストします。でこれで、利用者はこれ暗号を解いて利用することができる、かなりややこしいシステムですけれども、人のデータですので、かなり神経質なことが必要になります。で、こういったものを立ち上げますので、メタデータはもちろん閲覧することができて、どういう目的で、どういう個人的なゲノムが、登録されてますよというのをサーチすることができます。先ほどの DRA サーチと同様にサーチすることができまして、で、このデータを使いたいと思ったら、申請して使っていただくということができるようになります。でこれは今大量に進行している、午前中に高木先生から東北メディカルメガバンクのご紹介などもありましたけれども、ヒトゲノムの配列決定が大量に進行しておりますので、そのうちに、その中で、皆様の目的にきちんと合うものがあれば、データがアベイラブルになるということを目指しています。で、もう一度お示ししますけれども、今の、スパコンの上でパイプラインを使っていただくためにはちょっと面倒くさいんですが、2個の利用申請をしていただく必要があります。1つは、遺伝研のスーパーコンピューターを使うことになりますので、スーパーコンピューターの、利用申請をしていただくことになります。遺伝研スーパーコンピューターで検索していただいて、左側の各種申請から登録していただければ、使っていただけます。これは企業の方もお使いいただけます。で、パイプラインの利用申請はパイプラインのページからここの新規アカウント作成というところでオンライン申請できますので、スパコンの利用申請後にここから申請していただければ使うことができますので、ぜひ使ってみてください。ご自身で NGS のデータを持っていなくても、先ほど示したように検索して、これは気になるなというデータがあったら、ぜひ投げ込んで解析してみていただきたいと思います。ちょっと早めなんですが、こちらで終了いたします。何か、ご質問がありましたらお聞きします。さっきの JGA ってやつは、はい、表現型っていうのは例えばこういう疾患を持ってる人のゲノムの方ですか？そうですね、公開できればもちろんそういうことになります。でその疾患が日本人に1人しかいないような疾患だったら、もう個人が特定されちゃうのでそれは出ないんですけれども、そこもまた難しいところですね。はい、その疾患のバリエーションって どんなものがあるとかっていうのは分からない、登録しないとか、配列のバリエーションをもちろん引っ張ってこないと分からないですね。はい、その疾患、おそらく、そう書いてあればその疾患の研究をするために、配列を決定して、JGA に登録されているものですから、その疾患の研究を目的として、で、きちんとインフォームコンセントになっていれば、申請すればアベイラブルである。もちろんそれを外に出すのは絶対アウトですけれども、そういう時間はできます。はい、では、ちょっと10分早めですこちらに、準備したいと思います。で、この資料は持っておきますし、もし DDBJ に関してご質問があれば、DDBJ のフォームから入れていただければ、スタッフのところに全員届きますので、ぜひ、ご質問ください。それでは10分間休憩としまして、次の演題の方は、ちょっと10分早めに。始めさせていただきます。では、休憩に入ります。